長かった。あの3月に、あの一番最初に予選の A ブロック一択目でやって、まあ、そこからコロナでしばらくお休みがあってたので、もう 4ヶ月、ここまで来るのにかかります。あのプレーオフずっとやってたので、うん、条件結構強くなったので、まだ私の方が上だうんうんみたいなのどんどん自信なくなってく感じで、うん、でようやく自分に手が入ったから決めに行こうと思ったら、トミさんにやられてでもあの、まあ、ほとんどトップ、まあ、与那城さんがトップ、もしくは残り3人でトップ取った人が、まあ、ほぼ優勝っていう形だったので、まあ、誰の上がりも嬉しくないので、もうとにかく行こうと思って、はい、すごい勝手にちょっと頑張らなきゃなとちょっと思ってしまうところがあったんですけど、その結構先輩方からは、あ、もう何も気にしないでいいよと言っていただけていたので、そうですね。でもあのあんまり団体が小さいので、他団体の方と交流する機会、なんかこういう場で打たせていただく機会もあんまりないので、なんかすごくいい経験させていただいたなと思います。あのリアル麻雀はかなり自粛してたんですけど、あの私もともと天保勢なので、ここぞとばかりに天保個室をずっとやっていて、逆にコロナ中、ま、みんな自粛してて家にいるので打数が増えたので自分たちで好きなルール決めて、うんうんうん、割とトップが偉いルールでやってましたね、うん、あんまりやっぱり決勝って残ることができないので、一回一回すごく大切にしたいなとは思うんですけど、まあ、今回もいい結果が残せて、まあ、ひとまず良かったかなと、はい、思います、ね。麻雀連合ってあの認定プロっていう制度があるんですけど、私はまだそこに達してない見習いという形なので、いろいろ経験を積んで、まあ、団体の中でプロとして認定されるように、今後ともいろんな大会出て結果残して頑張っていきたいなと、はい、思います。